仏像を撮るにあたっては8バーテンにするか品子で撮るかとかっていろいろ考えるもんなんだけど、こたびはデジタルってことになって、しかも聞くところによると1億画素っていう、そのもう億っていうのに騙されるというか反応するというか、その貧乏人のね差がです。1億って聞いただけですぐ乗っちゃうっていうのはね。でも実際に5000万画素っていうのが、まあ一応この世界には普遍的になもう今なってますよね。それが1億になるとどうなるのか、それ仏像とそれをで撮ったら、その1億っていうものがプリントしたものが大勢の人にどういう感じを与えるのかっていうところを一番見たいね。顔の後ろにさ、スポットで上に当ててくれる？壁に、後ろの壁に、こっちじゃなくて。で、S になって、そのスモールの S なのかなんかわかんないけど、割と手に馴染むっていうかさ、それはちょっと驚異的だったね、これは。ここまで来るのか。それやっぱり世の中どん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 軽くて小さいものの方向に行ってるじゃないですか、全ては、だからそっちの方向に向かってるんだけど、やっぱりどうやったってレンズは重いよね、だから単玉の50ミリぐらいの、のでやるとさ、割と普段のスナップにも OK っていうような感じもあるし、それもうちょっと土地越えないでしょ。そっか、はい、それあまり横行くと顔見えなくなる。当たる、それミラーレスカメラができて気軽に撮れるようになって、で、まあ、スマホも参入して、本当に何写真の原理を勉強しなくても撮れる人がうわっと増えたわけ。その大勢の人に写真っていうものを手渡したっていう意味ではさ、すごく面白いから、どの世界でも古いものが駆逐されてさ、新しいものが出てくるに決まってんだよ。前のやつを否定してさ移動してくるわけじゃない。だから写真の世界だって何の世界だって、その否定っていうのがあって、そこに新しいものが生まれるっていうふうには なってるからさ。ただ機械が新しくなるとさ、写真ってやっぱ変わるのよ。うちは割といろんなカメラで撮る方なんだけど、いろんなカメラが出てきたら触ってみてさ、カメラが変わるとやっぱり写真違うんだよね。ちょっとだけど、うんとは変わらないところが俺の悲しいところなんだけどさ、何か物を作るのに最終的にさ、俺だよって言ってんならさ、つまりそこに行き着くわけよ、そんな風に、普段は言ってなくてもさ、俺の写真っていうのを作りたいってみんなが思ってるわけでしょ。それが鼻につくやつもいれば、心にしみる写真を撮るやつもいれば、いろいろいるからさ、いろいろがあって面白いわけだからさ、すごく戦国時代で面白いと思うし、そしたらやっぱりもう新しいのできたら職種は動くし、これで撮ったらすごいの映るんじゃないかなと思うよね。だから誰もが言うさ、今まで一番好きな写真は、いや明日撮るやつですっていうことになるわけだから、こいつに期待してんだから、こいつが働かないとダメだからね、ちゃんとやれよ。